皆さんこんにちは、JA 桃園芸農協のですね竹方と申します。今回のですね受賞につきましてですねゼスプリ社を含めですね関係機関の方々にですねご協力いただきましてこの賞をもらいましたことをですね、お詫びですねありがとうございますということで、御礼申し上げます。それではですね私でございますが先ほど越智理事さんの方が出ていただいたんですが方に雇われております職員でございまして私の JA につきましてはですね私こういう格好はですね初めてでございまして普段はですね作業着と運動靴で仕事をしております。ですから今日来るにあたりましてちょっとおしゃれをしてくるのは革靴を履いておりますがちょっと足靴ずれができておりまして非常にですねちょっと慣れてないということもあると思いますけど20分程度でございますので聞いていただいたらと思います。次お願いします。こちらですね、ゼスプリゴールド、先ほどご説明したかと思いますが、郷力彩芽さんという方ですね、CM でおなじみでございますが、果肉の黄色い、キウイフルーツでございます。この品種につきましては、育成、ですね、県はですね、ゼスプリ社が、持っておりまして、生産者契約をですね、取り交わした国、産地だけが、栽培ができております。現在、日本の国内ではですね、愛媛県と、佐賀県のみで、栽培している品種でございます。次、お願いします。こちら右に出ております、ゼスプリ社とですね、生産者契約におきましてはですね、当農協の場合はですね、ゼスプリ社、JA 全農愛媛、JA 桃園芸という形でですね、3社契約を結んでおりまして、完全な、契約栽培を行っているということです。次お願いします。こちら、JA 桃園芸の概要という形でですね、こちら載せております。左上にですね、西条市、新居浜市、四国城市という、愛媛県のですね、西条市というところが主でして、その中でですね、専門農協。これご存知かと、ご存知ない方がほとんどだと思いますが、普通 JA というところはですね、貯蓄貯金業で有名でございまして、貯金と共済。がですね、ほとんど仕事でございまして、私の組合につきましてはですね、専門農協、農家がですね、物を作って、出していただいて、そのかすりをですね、いただいて運営しとる農協でございます。主な主要物につきましてはですね、アタゴガキ、横のガキ、ゼスプリゴールド、ヘイワード、バラ、イチゴということでですね、成果売上の中でもゼスプリゴールドが販売額ナンバーワンということで、だいたい3億。をですね、突破しとるという形でございます。なおですね、技術員につきましてはですね、先ほど生産者の方は、高齢化でございますが、技術員の方はですね、私が38でございますんで、30代か20代でですね、指導を行っとるというのが状況でございます。日々、生産者と、協議格闘いたしましてですね、良い方向に行ったらという形で、いろんな話をしております。次お願いします。ゼスプリゴールの取り組みの経緯につきましてですね、若干ご説明させていただきます。お願いします。2001年にですね、日本で初めてゼスプリ社と生産契約を締結いたしまして、初年度、契約農家数33名、3.5 ヘクでですね、栽培が始まっております。2002年にはですね、試験的に出荷を行っております。次お願いします。2003年にはですね、本格的に初出荷を行いまして、次お願いします。その後ですね、順調にですね、契約者数が増えまして、2013年、現在ではですね、142名、33ヘクタールをですね、栽培いたしております。昨年度につきましてはですね、2012年でございますが、600トンの出荷を行っております。次お願いします。J ギャップまでの所得までの道のりということで、これですね、非常に大変な方という形でご説明いたします。次のページお願いします。まず2008年でございます。ゼスプリ社よりですね、J ギャップを所得要請がありました。次お願いします。生産者のですね、全体のですね、説明化を行うためにですね、ゼスプリ社につきましてはですね、3年計画で J ギャップを所得しなさいと。それができない場合はですね、キウイフルーツは作らしませんよぐらい脅されまして、組合の方もですね、2008年にこういった講習会をしております。その中でですね、職員生産者のほとんどですね、J ギャップって何ぞとか、
JGA、これなんぜという形でですね、まあ、組合長以下生産者ですね、非常に、まあ、不思議な感じでですね、講習会をいたしました。まあ、JGAP 導入のためですね、この、決起集会みたいなものになっておりまして、まあ、ここでですね、なんかわからないんですけど、頑張ろうという形でですね、やったのが経緯でございます。まあ、やはりですね、高齢化する中でですね、生産者の中に不安、戸惑いはですね、隠せないという形で、質問もですね、いろいろ飛び交いましたが、導入に向けてですね、大きく動いたという形でございます。次お願いします。こちらにつきまして、JGAP、基調台帳という形でですね、ゼスプリ社の方が作っていただきまして、簡単な台帳をですね、まずお願いを生産者にいたしております。この内容につきましてはですね、講習会の資料を保管することとか、農薬を正しく保管する等とかですね、まあ、模擬的にですね、記録台帳をですね、簡単に記録してもらいまして、まあ、ゼスプリ社の方からですね、まあ、これを出していただきますと、記念品がもらえるという形で、生産者に、まあ、うまく、ごまかしたというかお願いしますということで頼みまして、実際もらった記念品はですね、救急箱でございました。これは多分ゼスプリ社の方がですね、 JGAP に、所得のために必要な、救急箱でございますので、まあ、そういった形でですね、生産者の方、ほとんどの方が出していただきました。次お願いします。まあ、本格的にですね、JGAP を導入開始したのがですね、2009年でございまして、JGAP 導入プロジェクトの開始という形で、やっております。次お願いします。まずですね、140名の大所帯であるためですね、ゼスプリ部会の導入を、効果的かつ、に実施するためですね、生産指導部が、先ほど言った7名、で、全員でですね、JGAP、導入指導者として要請することになったということです。しかしですね、JGAP を所得するにはですね、部会員の協力がないという、ないかったらですね、できなかったということで、当初、組合でございますが、試験的に導入したいということで、部会を開きまして、役員さんだけでお願いはいたしたところですね、先ほど、越智理事さん来られておりますが、その当時の、部会長さんでございます。おしゃお前、そんな、7名役員だけでしてどうすんぞ、どうせやるなら一番ならないかんという形で、そこでですね、全員で取り組むという形でですね、140人、全員役員さんですね、取り組んだらどうぞという意見が多くございまして、最終的にですね、ほんなら全員で取り組むという形を、考えています。次お願いします。それで、2009年4月10日にですね、講師の方が、来ていただきまして、役員技術員を含むですね、JA 職員対象にですね、GAP の基礎研修会を開催いたしました。どのように GAP を導入、進めるかといったですね、JGAP の基礎知識を学んだということでございます。次のページをお願いします。こちらにつきましてはですね、5月にですね、また講師を来ていただきまして、農場指導に及びです。農場指導及びですね、内部、監査員、育成のためですね、現地研修講習会を行ったということです。後で出てきます、選果場のリスク、アセスメントとかですね、団体管理マニュアルとかチェックリストの作成を行っております。まず、この、3日間でございますが、支部ごとにですね、モデルの農場に訪問いたしまして、農業指導の、演習を行いました。講師が行う、農業指導を観察いたしまして、具体的にどこにどんなリスクが存在しまして、どのように完全指導すればいいか、実際のですね、農場で身につけました。まあ、これ、見ていただいたら分かるように、左側ですね、これ、講師の先生がですね、技術員に対しまして、こうしなさい、ああしなさいんですが、この時に出てきたんですね、昭和49年、私が生まれた年のですね、農薬が出てきたという形でですね、まあ、いろいろですね、問題はありましたが、まあ、技術員等ですね、勉強をいたしたということでございます。まあ、3日目になりますが、まあ、講師の先生もですね、だいぶ疲れてきておりまして、現地もですね、右側の写真の通りですね、指導をしとるという形で、まあ、農家の方と一緒にですね、勉強したという形でございます。まあ、この時にですね、実際このモデル園、指導員のための研修のですね、農家でございますが、えらいこっちゃということでですね、まあ、指導員はですね、参ったなという形でですね、始めたのがいきさつでございます。次のページお願いします。こちらにつきましてですね、選果場のですね、リスクアセスメントという形でですね、選果場2箇所、この当時ございまして、冷蔵庫1箇所、合計3箇所のですね、検査というか、まあ、実際ですね、審査が来ますと、こういった形がやられるんじゃないんですかという形で見ております。まずですね、ここで見ていただいた箱織り機でございますが、私ですね、まあ、あまり、
掃除とかですね、伝票整理とか大嫌いでございまして、講師の先生にですね、トイレから休憩所まで、隅々までですね、事前に評価をいただきまして、掃除が徹底されてないとかですね、このままでいきますと、ダメですよという形で脅されまして、改善方法をですね、講師と相談いたしまして、今後の課題を確認いたしております。次お願いします。こちらにつきましてはですね、団体管理マニュアルの作成とですね、チェックリストの作成という形で、必要な書類をですね、リストアップとするという形でですね、これ真ん中の方に正座して座っとる技術員の女の子でございますが、団体管理マニュアルとですね、チェックリスト等ですね、資料作成のため、検討作業を行ったという形で、講師の先生来られましてですね、JGAP の基準、項目一つですね、当部会のですね、実態と照らし合わせまして、整理を行っております。この時にですね、作成をしなければいけない資料をですね、ここ、バラバラとおりますが、担当者別に役割分担を考えまして、その時点でですね、お前はこの仕事生という形でですね、振ってやっております。これ見ていただいたら分かるように、机の上ですね、非常にうちの技術員ですね、あまり整理整頓が好きじゃないという形でですね、こうあんまり汚いんですけど、なんとかですね、取れたという形ですので、皆さん心配なさらず大丈夫だと思います。次のページお願いします。こちらにつきましてはですね、JGAP 指導員基礎研修受講という形で2009年にですね、3日間島根の方に行っております。生産指導部6名行っております。私も含めですね、知識の向上とですね、内部監査員のですね、方ですね、所得、するためですね、こういった研修を重ねたということです。この時にですね、島根6名夜のですね、非常に警備をいたしてですね、疲れたという形でございます。次のページご覧ください。こちらにつきましてはですね、その後ですね、ゼスプリ社の計らいによりまして、愛媛中央、東園芸、全農愛媛とですね、研修を行ったということでございます。非常に費用的にですね、研修行きますと高いんですが、ありがたかったということでございます。次のページご覧ください。こちらにつきましてはですね、生産者を対象にですね、支部のですね、現地研修会を行ったということで、これ、支部、8支部ありますが、ここですね、全体で行っております。次お願いします。こちらにつきましてはですね、支部の説明会の資料という形で、資料をですね、農家の方に分かりやすくですね、一緒に記入を行ったという形でございます。次のページをお願いします。JGAP 所得までのですね、内部監査実施という形で、8月から10月までですね、このような流れでですね、監査を行っております。次のページをお願いします。こちら第1回 JGAP 審査ということで、非常にですね、大学の受験とかですね、以来ですね、いろいろ緊張いたしまして、怖い先生が来てですね、非常に難しい審査かなと思ったんですが、次のページ、お願いします。審査の様子につきましてですね、思ったよりはですね、事前に、審査管理、臨時で審査を受けておりますので、簡単でございました。次お願いします。この時にですね、次回以降の審査に向けてですね、生産者も一緒に立ち会いまして、みんなの周りでです、みんなの目でですね、審査の状況を見学を行っております。次お願いします。今後ですね、事務局、生産者ともに緊張しておりましたが、丁寧に審査を進めてくれてありがとうございましたという形です。次お願いします。このために勉強してきたこと、取り組んできたことは十分説明できたということで、次お願いします。お願いします。JGAP のですね、所得を2010年3月14日に受けたということでございます。次お願いします。次お願いします。時間がないということで早口でご説明します。ゼスプリゴールドの担当者の組織図ということでですね、組合長以下含みまして、私は真ん中の実務担当者でございます。各ですね、部会、生産指導、販売、ギャップ担当とかですね、資材、こういった形で、部門別にですね、担当者が分かれております。次お願いします。その、担当者のですね、業務内容という形でですね、整理いたしておりまして、総括責任者から下のですね、選果輸送担当までですね、細かくですね、各担当を決めております。次お願いします。こちらにつきましてはですね、JGAP のですね、内部監査員という形でですね、最初2009年はですね、GAP 普及センターとゼスプリ社に協力いたしまして、なんとか通ったという形で、次お願いします。
2011年以降につきましてはですね、監査員は、東洋園芸、次お願いします。JA 全農愛媛、ゼスプリ社がですね、入っていただきまして、なんとかですね、外部委託を行いましてですね、審査を通っているという形です。次お願いします。こちらはですね、もう2つクリックしておいてください。こちらですね、ゼスプリゴールの種別一覧という形で、4つの、7つの支部でございますが、地区番号分かれまして、1、2、3、4という形で、割り振っております。次お願いします。今現在ですね、136名、内部監査員はですね、ですね、4名で、やっております。次お願いします。1、2、3、4、5つ。こちらにつきましてはですね、JGAP 所得に関するですね、必要書類一覧という形で、農家用で、整理いたします。このような、5つのですね、資料が必要でございます。高齢化でございますので、非常に、生産者にいかに分かりやすくするかはですね、この所得に対してのコツだと思っております。次お願いします。一部ですね、資料等をご説明いたします。この、栽培に関する資料にいたしましてはですね、この1から8までがですね、作っておりまして、次お願いします。これが、病害虫防除の指針でございます。これ農家につきましてはですね、次お願いします。わかりやすくですね、使用時期、対象病害という形で、分けておりまして、次お願いします。防除、指針以外の農薬はですね、使用したらダメですよとか、必ず使用する場合は技術員に相談してくださいという形で農家に徹底しております。次お願いします。これが生産履歴基調でございまして、2つクリックお願いします。はい、こういった形でですね、生産者非常にですね、欠かしますと、これ大変な問題がありましてですね、実際やってはないんですけど、倍率がですね、1000倍のところ100倍であったというかですね、本当はやってないんですけど、そういった間違いが多くございまして、もう右側の、字の通りですね、もう丸をつけるという形を、取っております。次お願いします。これが、作業記録簿でして、これがですね、冠水のですね、記録でございます。こちらにつきましてはですね、矢印でですね、作業をですね、しやすくするためにですね、やっておりまして、次お願いします。こちらのですね、冠水日はですね、日にちを入れて、量をですね、何リッターやったかをですね、細かく書けるようにしております。次お願いします。続きまして、農薬肥料に関す保管に関する資料という形で、これ一番農家さんですね、1、2、3、4、特に1番、農薬の在庫台帳という形でですね、非常に苦労されております。こちらにつきましてはですね、事前にですね、こちらの方で書きやすくしとんです。後でご紹介いたしますが、どういったらいいんですか、出し入れをですね、1購入買ってきて1減ったとか、そういった形で農家は非常に苦労したんです。夏季現金カードとか、そういう農薬保管シールにつきましてはですね、こちらから配布したという経緯でございます。次お願いします。これがですね、農薬在庫台帳でございまして、品名からですね、2つクリック可能ですか。はい、こういった形でですね、右側に先ほどご説明した5月14日に買ってきまして1個、で5月15日にですね、使ったということで、在庫はですね、これ半分ぐらい使ったらですね、在庫が1という形でですね、非常に農家さんこれに今現在も苦労しとるということです。先ほど、米重視に書いてある農機が空容器になった時点でカウントするという形。それと購入して農薬に入れずすぐに園地で使用する場合も、記入するという形で、農家非常に苦戦をしております。次お願いします。こちらですね、内部、監査チェックリストとですね、是正、報告書ということで、農家実際にですね、これ、農家の内部監査をしなくてはいけないということで、先ほど、あったかと思いますが、JGAP の管理の適合基準の成果物 2.1 番とかいうものですね、農家見せますと、一体型これは何ぞと、こんなことできるかという形でですね、なりますんで、それをですね、農家がですね、自己審査できるような形に、組み替えてですね、実際、技術員とともにですね、やっております。農薬肥料、作業者の安全など大きな課題ごとにですね、まとめまして、チェックをするだけに、しております。これ、3枚複写になっておりまして、農家の方にはですね、
1枚渡しまして、自分でですね、農家の内部監査も同時にできましたという形を、補作を取っております。まあ、後日ですね、組合の方を持って帰りまして、組合の方も保管いたしまして、農家の方にですね、あれ直されましたか、これできましたかという形でですね、もう1回その、複写になっておりますので、チェックいたしまして、そこでできたという形になりますと、それを農家に置いて帰るという形で、やっております。次お願いします。もう一つお願いします。二つです。もう一つ。はい。こちらにつきまして、なるべくですね、団体事務局で審査が対応できるチェック、項目を増やしてですね、その項目についてはですね、生産者の、チェックリストからですね、該当外を、しております。まあ、生産者の方ですね、全部、該当するわけではありませんので、こちらの方で事前にですね、こういった枠を作っておるということです。それと一番下にですね、最後に、内部監査員と、農場のですね、管理責任者が捺印いたしまして、お互いに内容を確認したという形で、やっております。で、次お願いします。こちらがですね、全生産者に配布しております JGAP の資料綴りでございます。右側が、資料綴り、ごめんなさい、左側の資料綴り、右側がですね、農薬肥料管理台帳という形で、先ほどの資料が入っております。次お願いします。これですね、先ほど、冒頭から言いましたように、非常にですね、他の、組織からの援助協力があってですね、うちの組合に所得したということがありますんで、ゼスプリ社といたしましてはですね、JGAP のコンサルタントの派遣、審査料、登録料は、出していただいております。残留計算につきましても、していただいております。それと、こういった下のですね、まあ、JGAP 所得に対しての全面的サポートを受けております。JA 全の愛媛につきましてはですね、内部監査員の派遣をしていただいております。次お願いします。こちら、昨年度ですね、まあ、選果がですね、ゼスプリ社の、希望時期に出せないという形でですね、これ、新しい選果機を入れておりまして、うちの組合ですね、普通は日本の企業を使うわけですが、ちょっと変わっておりまして、乳児からですね、同じような機械を、入れております。これ、コンパクト車でございまして、非常に能力高い機械でございます。私の夢でございますが、今現在、乳児から輸入をこちらしておりますが、今度はですね、これ、輸出に対応する、段ボールでございますので、逆輸入をしたいというのが私の夢でございます。続いてお願いします。JGAP に取り組む上の問題点といたしまして、こちら、整理をいたしております。まず今問題点につきましてはですね、非常に、団体認証でございますので、人数の多い支部ではですね、40件、持っております。まあ、1回の指導ではですね、農家、改善、しきれずですね、何回も指導を行ってはならないからという形でですね、まあ、費用的にですね、非常にしんどいという形です。全体的に温度差がありまして、意識統一が難しいということで意見が挙げられております。次お願いします。こちらですね、問題点4つ書いておりますので、まあ、現在の問題点をですね、解決すべくですね、今後検討していくという形です。まあ、新規生産者がですね、年々増加しておりますので、やはりその方の江戸ですね、JGAP の取り組みの説明がですね、必要という形で認識いたしております。最後のページでございます。お願いします。JGAP 取り組みでの課題でございます。取り組み当初の課題はですね、生産者の負担が減る方法でですね、模索しております。全体の意識統一、理解をしてもらえるような指導の徹底を行うことがですね、必要でございました。取り組み1年目に行ったですね、各支部の講習会、個人指導によりですね、脱落する生産者もですね、おらんかったという形でですね、むしろ生産者の方がですね、助けていただいたという経緯があります。まあ、今現在ですね、ある程度ですね、生産者の方から理解が得られてるんじゃないかと感じております。次お願いします。まあ、現在の課題でございますが、当初ですね、生産者の負担が減るという方法をですね、取っておりますが、さらにですね、生産者負担をですね、なくするためのですね、手法をですね、今後、考えていきたいと考えております。最新のですね、JGAP 基準の指導ができるようにですね、さらに技術向上を図るとともにですね、少人数で限られた時間で対応するためですね、生産指導のですね、方法を確立していきたいということでございます。末端の生産者までがですね、実質的に JGAP にですね、取り組めるよう、事務局からですね、定期的な情報発信、指導、講習会の開催を引き続き行っていくことでございます。今後です。ございます。これからのですね、課題にですね、農協生産者が一緒に取り組みまして、ギャップ対象をいただきましたので、何恥ぬよう、JGAP に取り組んでいきたいと思っております。どうもご清聴ありがとうございました。